どうも影山です。えー、っとですね、人生をね、ジャンプさせたい方ということですね。人生をジャンプさせたい方はね、安全領域の外の活動をするっていうのをお勧めします。例えば人生をジャンプしたいっていうのは例えば貧乏な状態から金持ちの状態になるとか。 えー、人間関係が悪い状態であるならばそれを良い状態にするとかあと不健康な状態であればそれを健康な状態にするとかね、あのー、いろいろ人によって違うと思うんですけどもその今の現状の状態ではなくその違う、えー、未来ね自分がなりたい未来になるためにはね、あのー、僕が考えるには、えー、安全領域の外の活動をすることが、えー、近道になるんじゃないかなと。 いいう,うに思います安全領域というのはですね自分がやっていてその負荷のかからない状態ですね何かを活動していて負荷のかからない状態を安全領域と言います。でその自分にちょっと年間こうストレスというかね負荷がかかる状態が安全領域の外になります。でその外になる状態を状態とかその 外になる活動をね、えー、やることを、えー、することによってですねあの人生がジャンプできるというふうに思うんですね。で人生がジャンプできる状態したジャンプした状態っていうのはですねやっぱり安全領域の外の状態なんですよね。 自分が考えられる常識の外にあることが、えー、そのジャンプした状態やと思うんで、えー、そのジャンプするためにはやっぱり安全領域の外の活動をね、えー、しなければ、えー、そちら側に行くことができないかなというふうに思います。だから例えばですねあのまあまああの簡単な例で言いますとあの例えば高級ホテルの ラウンジででコーヒーヒを飲むとかですね一回もやったことがない人はですねそういうことをすることによって安全領域の外に行ったりですね例えば映画館に1人で行ったことがない人が1人で映画館に行ってみるとかで、えー、ランチ行く時にいつも同じ店行ってるんやけど今日は違う店に行ってみるとか。 えー、例えばそ,のそういう小さなことでもいいんですよねあの小さなことでもいいんであのやっていく例えばもっと簡単なことで言うといつもエスカレータータをを乗っってていいいいいたのに階段を使ってみるとととかでですすね、えー、そういうことでもいいと思いますあと例えばバンジージャンプをするとかですねスカイダイビングをするとかねそういうのがあると思うんですけどもそういうことをすることによってですねあの自分の,その安全領域が壊れていくというか。 あの外れていくんですねでその常識が外れていくことによってその自分の今の状態とは違う状態に持っていくことができるっていうことですねだからそうですねその例えば経営者とかですねそのいう人は海外によく行ったりしますよね。で海外に行ってていろんな体験をして であのー、安全領域の外の活動をしてはるんですよね。でそういう人っていうのはやっぱりその事業でねこう新しいことをして、えー、ステップアップしておられる方が多いんじゃないかなというふうな、えー、感じを受け取れます。だからね、えー、ぜひその 小さなことからででいいんでね、えー、安全領域の外の活動を、ね、することによってね、あのー、自分を、えー、ステップアップというかジャンプする人生にね、えー、持っていっていただければいいかなというふうに思います。えー、僕で言いますとね今ジャンプしようとしているのはダイエットですね。えー、ダイエットを、えー、成功させるというためにこういろんな活動をしております。まあ、ちょっとと小さなこと自分の 小さいことなんですけどもダイエットすることによって あのダイエットすることによっていうか安全領域の外をすることによってダイエットを成功させるように持っていこうとするということですねそれとですね安全領域の外の活動をしているとねそれを繰り返していると安全領域のうちにいる自分がなんとなくあの居心地が悪くなってですね安全領域の外の活動を自然とするようになるんですね。でそういうういい状態になるとともう締めたもんというかあの自分があの ジャンプする人生を歩むことができることになるというふうに思います。ということでですね今日は安全領域の外の活動をすることをおすすめしますと、まあ、人生をジャンプしたい方はですねただ今の人生のままでいい方はね今の状態であのそのまま進んでいっていただければいいと思うんですけどもあの まあ、そうですね、ジャンプしたい方が多いんじゃないかなというふうに思いますんで、えー、今日はこの動画を撮らせていただきました。ということで、えー、今日の動画は以上となります。ありがとうございます。